ック地方競馬、地方競馬探検隊。クリック地方競馬、浅野康則です。今年も6月にダービーウィークが行われることが発表になりました。6月1日金曜日に九州ダービー栄城賞が行われるのを皮切りに、土日を挟んで盛岡、紋別、大井、園田、名古屋の順に全6戦のダービーが各地の3歳王者を決定し、7月11日に大井競馬場で行われるジャパンダートダービーへとつながっていきます。すべてのホースマンにとってダービーは特別な一戦ですよね。そこへ向けての戦いにもぜひご注目ください。それではこのコーナーから参りましょう。クリック、先週の重賞ウィナー。まずは重賞レースの勝ち馬一覧をご覧ください。先週は3歳戦2クラを含む4つの重賞が行われました。それではこちらのレースから見ていきましょう。5日木曜日、笠松競馬場では新緑賞が行われました。道中中段を追走した3番人気愛知のマイネルセグメントが2周目の3コーナー付近で先段を射程圏に捉えるとゴール直前で抜け出して1着。これで通算12戦5勝、重賞はライデンリーダー記念以来2勝目となりました。前3頭の追い比べ、最後は外グイッと一伸びは7番のマイネルセグメント。前走では七分の状態でも圧勝したアオヤンテプイが単勝 1.1 倍の断然の人気。そのアオヤンテプイは今回は2番手からの競馬でしたが、逃げたディアビラージュがかなりしぶとかったですね。それでも残り 100m のところでようやく先頭に立ったアオヤンテプイ、しかしゴール手前でマイネルセグメントがきっちりと差し切る形となりました。昨年のライデンリーダー記念を勝っているマイネルセグメントは愛知移籍後はほとんど崩れなしの成績ですね。堅実な差し足は今後も重賞戦線での武器になることでしょう。続いてはこちらです。5日木曜日、園田競馬場では兵庫三冠第1弾の菊水賞が行われました。2番手を追走した圧倒的1番人気のポアゾンブラックが 3,4 コーナー中間付近で先頭に立つと、最後は後続に5馬身以上の差をつける圧勝。これでデビューから5連勝、重賞は園田ジュニアカップ以来2勝目となりました。5連勝無傷の菊水賞馬誕生となりました。この後の活躍もどうぞご期待ください。こちらも3歳重賞、兵庫三冠第1弾の菊水賞はポアゾンブラックが単勝 1.2 倍の断然人気。その指示通りに残り 400m あたりで先頭に立ち、そのまま圧倒的な内容で1冠目を飾りました。この後の3歳路線は5月3日の兵庫チャンピオンシップ、6月7日の兵庫ダービーへと続いていくわけですが、ポアゾンブラックが中心という図式は変わりがなさそうですね。しかし2番手グループが大混戦、もう1頭の実力馬栄新ユリシーズは規定によって兵庫ダービーに出ることができません。この先の臨戦過程には十分に注目が必要でしょう。では続いてのレースを見てみましょう。8日日曜日、高知競馬場では中国四国地区交流の24万石賞が行われました。中段からレースを進めた1番人気のタンゴの節句がゴール直前で逃げるチュニジアンブルーを頭差かわして1着。これで通算52戦11勝、重賞は黒潮スプリンターズカップに続く3勝目となりました。やっぱり黒船賞組の2頭、最後はこの2頭際どい体勢となりました。こちらも丹後の節句が単勝 1.5 倍の断然人気、単勝 2.8 倍で2番人気に押されたチュニジアンブルーが逃げる流れをギリギリのところで丹後の節句が間に合ったという内容になりました。終わってみれば上位3頭は人気通りの着順ということになりましたが、中身の濃い一戦だったのではないかと思います。おそらくこの3頭は5月7日の第3回福永陽一記念で再び対戦することになるかとは思うんですけれども、次は着順が入れ替わることも十分にあり得るかもしれません。以上、先週の重賞ウィナーでした。プレイバック GDR。 今回は4日水曜日に船橋競馬場で行われました G3 マリンカップをプレイバックします。出走馬はご覧の13頭、ミラクルレジェンドが単勝 1.6 倍の1番人気、その後クラーベセクレタ、アイアムアクトレス、プレシャスジェムズと続き、
この4頭が単勝10倍以下となりました。最後は銀座チェンジゲートに収まりました。スタートしました。3番クラーベセクレタ、好スタートを切りました。押して前に出ていきますが、外から7枠2頭上がっていきます。プレシャスジェムズ、さらにはアイアムアクトレス、その外から12番メモリアルイヤーが一気に抜け出していきました。メモリアルイヤー先頭で1コーナーカーブに入っていきます。スタートではやや行き足がつかなかったメモリアルイヤーですが、外枠から強引に花へ。プレシャスジェムズは控えて2番手、その後ろからはアイアムアクトレス、クラーベセクレタ、エミーズパラダイスが追走。一番人気のミラクルレジェンドは中段に位置しています。正面に出ました。その後ろに3番クラーベセクレタ、外には5番のエミーズパラダイス、その後ろに1番のミラクルレジェンド。クラーベセクレタをマークする位置でレースを進めていきます。3馬身差13番のキンキザチェンジ、さらに3馬身差2番カツヨトワイニング、離れまして後方8番エイシンギムレット、外から7番リワードリメーン、内を通って4番コロニアルペガサス、あとは9番月の天使、最後方追走6番の東北美人です。残り3コーナーに入って2番手のプレシャスジェムズが早めに先頭へ立ち、メモリアルイヤーは交代加減。その後ろからアイアムアクトレス、クラーベセクレタ、エミーズパラダイスが追走。ミラクルレジェンドも絶好の手応えで続いて最後の直線勝負へ移ります。一気に前の各馬に襲いかかる。直線コースに向きました。先頭は10番のプレシャスジェムズ、外から1番のミラクルレジェンド伸びてくる。ミラクルレジェンド一緒に上がってきた3番クラーベセクレタ、200を切りました。外から一気に1番のミラクルレジェンドねじ伏せる。内からは3番のクラーベセクレタ食い下がりますが、2番手3番手アイアムアクトレスにエミーズパラダイス、アイアムアクトレス迫ってくる。先頭はミラクルレジェンド合流。勝ったのは1番人気のミラクルレジェンド、2着は2番人気のクラーベセクレタ、3着は4番人気のプレシャスジェムズでした。それではマリーンカップを制した岩田康成騎手のインタビューをご覧ください。まあ、去年ね、JBC 勝たせていただいたんで、まあ、ここじゃね、力はもう負けられないという気持ちもありましたし、本当にいいパフォーマンスが見せれたと思います。レース自体はね、戸崎君を見ながらレースできたのも良かったですし、本当に状態も良く反応も良かったんで、はい、直線弾けることができました。さあでは JBC 今年は川崎で行われます。連覇に向けて力強い言葉をお願いします。そうですね、もうこの馬を、ね、の走りができたら、もう連覇もできると思いますんで、まあ、また応援よろしくお願いします。一足先に仕掛けたミラクルレジェンドが4コーナーからゴールまでクラーベセクレタを抜かさせないという走りで貫禄を見せましたね。1馬身2分の1という着差でしたが、なかなかこの差を縮めるのは容易ではないかもしれません。しかし今回はどちらも休み明け、この先の調整によってはクラーベセクレタが逆転するという、そんなシーンも十分に期待できそうです。そして4着には3歳馬のエミーズパラダイスが入りました。こちらも今後に向けて楽しみが増える、そんな結果となったと思います。以上プレイバック GDR でした。クリッククリッククリック。今回は岩手が生んだ名手菅原勲騎手の引退セレモニーの模様をご覧いただきたいと思います。4月8日日曜日、開幕2日目を迎えた水沢競馬場で菅原勲騎手の引退セレモニーが行われました。セレモニーは最終レース終了後、たくさんのファンがパドックに集まり、引退した菅原騎手の登場を待ちます。岩手競馬初の4戦勝ジョッキー明星オペラとのコンビでは、地方所属馬としては唯一 JRA の G1 を勝利するなど、数々の偉業を成し遂げた菅原騎手、ファンの声援に優しい眼差しで応えます。菅原勲騎手最後の騎乗姿です。この騎乗の姿もう見られるのはあとわずかでございます。どうぞ大きな拍手で迎えていただきたいと思います。菅原勲騎手でございます。
31年間という騎手生活でしたけれども、あのファンの皆様の熱い声援があったからこそこれだけ長く騎手をできたと思ってます。これから調教師という道に行くわけですけれども、今そこに並んでる後輩ジョッキーたちが、あの自分の厩舎の馬を乗りたいというような馬を作って、ファンにも応援される馬を作って、あの全国に挑戦していけるような調教師になりますので、今後とも応援よろしくお願いします。はい、それではここで花束の今年1月に引退した皆川真由美元騎手と村上忍騎手からメッセージが送られました。これからは、調教師として、騎手の時は、いっぱいアドバイスをしてくれたりとか、乗り方のなんか悪いところとかを指摘してくれたりとか、大きなセクハラをしてくれたりとか、いろいろしてもらいましたけどこれからは調教師として、たくさんの馬や人を育っていってください。期待してます。よろしくお願いします。伊沢さん、長い騎手生活お疲れ様でした。伊沢さんは岩手を代表するトップジョッキーとして、騎手会の会長として常に私たちの先頭を走ってきてくださいました。その偉大な先輩が無知を置くことはとても残念で寂しい気持ちでいっぱいです。これからはトレーナーとして岩手を代表する馬を育ててほしいですし、リーディングトレーナーを目指してもらいたいです。それをやってくれる方だと思っています。これからも一緒に岩手競馬を盛り上げていきましょう。31年間本当にお疲れ様でした。今村上忍君からリーディングトレーナーを目指せということだったんですけども、当然目指すためにはジョッキーの腕が必要なんで。卓越した騎乗技術でファンを魅了してきた菅原勲騎手、これからは調教師として岩手競馬を盛り上げていきます。温かさが感じられる本当に素晴らしいセレモニーでしたね。個人的に思い出深いレースとしては、阿武隈ポーロを任した名声オペラの南部杯ですね。長い間の騎手生活本当にお疲れ様でした。クリック地方競馬では菅原勲調教師へ単独インタビューを行いました。どうぞご覧ください。決めたのは何月、8月去年の8月頃ですね。そこでもう引退しようって決めましたね。まあその理由っていうか、もともとジョッキーになった頃から最終的には調教師を目指そうと思ってたんで、まあそれがもう30、31年ですか、騎手やったんですけども、できるだけ早めに調教師になりたいっていう希望はあったんですけども、なかなかこう辞めるタイミングをつかめず30年以上やったんですけどもね。ああいう震災とかを経験して、みんな本当に一から復興に向けて立ち上がってる姿とか、そういうのを見た時に、自分もこのまま騎手をやるんじゃなくて、自分も新たな勝負に出る年かなと思って、まあ、これから調教師になって自分の本当の力を発揮していきたいなと思ってました。はい、まあこれはもう100点で、それは本当にもう周りの人たちの協力があってこそこういう成績が残せたということで、すごく周りの人たちに感謝してます。騎手をやってるっていうか、騎手で今までで
十分やりきったっていう気持ちはあります。そうですね、まあ今までもみんな一生懸命ね、若い人たちも頑張ってうまくなってきてるんですけども、さらにいろんなところに騎乗しに行ったり、もっともっと馬を好きになって騎手として今までよりももうワンランク上のジョッキーを目指してほしいなとは思ってます。まあそうですね、これから本当に始まるんで、まあでも今まで岩手競馬ジョッキーとしてはね、岩手競馬を支えてきたと思ってるんで、調教師になってもまた自分の厩舎から自分が乗ってたような馬をね出して全国に挑戦できるような馬を作って、岩手の競馬をアピールしていきたいですし、今この大変なね震災とか岩手競馬もなかなか大変な時期なんですけども、それをなんとかこうアピールしていくには、ファンの人たちに応援されるようなね馬を自分の厩舎から出して盛り上げて いきたいと思ってます。騎手は3月で引退して4月1日からは調教師として頑張るんですけども、今まで長い間ジョッキーとして自分を本当に全国のファンが応援してくれたので、31年間も長く騎手をできたと思ってます。皆さんには本当にいろんな全国に行っても応援してもらって、それが励みになって頑張れた部分が大きいんで、本当にファンの皆さんには感謝しています。これから調教師としてもまた新たな始まりですけども、競馬を盛り上げるように頑張っていきますので、これ今まで通り応援よろしくお願いします。岩手の大黒柱が騎手引退後も岩手競馬に残って、そして岩手競馬に携わってくださることは本当に嬉しいことですよね。菅原勲騎手とコンビを組んだ名馬はたくさんいます。今度は菅原勲調教師がたくさんの名馬を送り出してくださることを期待したいと思います。以上、クリッククリッククリックのコーナーでした。ジャッキーズボイス。今回はバンエーの西健一騎手です。西健一騎手、2007年に NAR グランプリの優秀新人騎手賞を受賞しているんですよね。1986年生まれの26歳、昨年度昨シーズンの勝利数は103、3桁に乗っけてきました。西健一騎手どんな方なんでしょうか、ご覧いただきましょう。ジョッキーズボイス。ちっちゃい頃から家に馬がいて、あと父親も騎手だったっていうこともあって、そういう流れでなりました。普段見るやっぱり姿とレースで乗ってる姿と全然違ったんで、そのギャップっていうのはすごく良かったです。乗ってる時は多いよ、そうです。自分の好きな色だけ選んで好きなように作ってこういう色にしました。坂本統一さんとか鈴木翔平さんとか、そういう大ベテランの方々ですね。と一つでも上の着順を目指して頑張ってます。あ、そんなは全然ないです。やっぱり逃げですかね、好きなのは。いや、特に気にしないです。やっぱりその時は人気ない方がその人気ない方がやっぱりいいですね。いや、気楽っていうか、もうちょっと頑張って、上でも、そうですね。やっぱり人気ついちゃうと勝って当たり前みたいな感じになっちゃう。やっぱり一番思っ
思い出は初勝利の時です。その時の北のパワーですかね。意識はしないですけど、やっぱり同世代の人がやつに負けたくないです。年の近い人には。どんな馬でも馬をまっすぐ走らせたり、あと馬に負担をかけないように第二障害まで来るですかね。自分の思いに。普段から触ってその馬の特徴を分かってあげて、あとはもうレース行ってその時の感覚でやってます。もう馬の邪魔をしないように、下手にハミを触ったりしないようにしてます。いや何もしないです。休み今ずっと子供と遊んだりしてますね。子育て。自由奔放。うん、そうですね。適当適当だね。うん、やっぱその自由奔放をするだけ、うん、そうですね。うん、なるようになるみたいな。レースで勝った時が一番嬉しいですね。まあやじられたりもするけど、まあそれはその分期待されてるよう感じ、期待されてるんだなと思うですね。馬とはやっぱり一番身近な存在っていうか、そうですね、欠かせないものです。終わりのないゲームみたいな感じです。これからも精一杯頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。皆さんも一度は帯広まで足を運んで、万栄競馬を見に来てください。どこかひょうひょうといった、そんな雰囲気も感じられる西健一ジョッキーのジョッキーズボイスでしたね。その西健一騎手、昨年度のリーディングは第7位となっています。しかしながら第1位から第6位までは全員が35歳以上なんですよね。万栄のジョッキーが上手くなっていく、腕を上げていくためには経験が必要とよく言われています。その中でも26歳で7位に食い込んでる、これはすごいことなんじゃないのかなというふうに思います。若手の代表としてもっともっと上へと目指していってもらいたいなと思います。以上ジョッキーズボイスのコーナーでした。地方競馬トピックス。地方競馬トピックスのコーナーです。まずはこちらのニュースからご紹介します。 NAR 地方競馬全国協会からダービーウィークの概要が発表されました。6月1日金曜日の九州ダービー A 上昇から8日金曜日の東海ダービーまで6つのダービーが開催されます。今年で7回目を迎えるダービーウィークにどうぞご期待ください。3日火曜日、大井の戸崎啓太騎手が船橋競馬第10レースをセントマーチで勝ち、今年の100勝目をマークしました。これは年間400勝も可能なほどのハイペース。今後どれだけ勝ち鞍を伸ばすのか注目です。人気に応えました。サワンのセントマーチ振り切りました戸崎啓太騎手。続いて行われた船橋競馬第11レースではダブリリックに騎乗した船橋の本田正重騎手が1着となり、地方通算100勝目を挙げました。デビューからおよそ6年半、1566戦目での記録達成でした。前回お送りした地方競馬教養センター第90期騎手候補生の修了式、3月31日付で7名が騎手免許を受け取りました。その7名の中で最初に勝利を挙げたのはこのジョッキーです。8日日曜日、佐賀の小山幸香騎手が佐賀競馬第6レースを誉れ栄冠で勝ち、嬉しい初勝利をマークしました。
前日の7日にデビューしたばかりの小山騎手、今後の活躍にご注目ください。逃げ切りました。小山咲花が逃げ切りました。駒で栄冠の逃げ切り勝ち。なんとあっぱれ 1400m 小山咲花逃げ切りました。3戦目での初勝利おめでとうございます。レース映像を見てみますと、ゴール前で飛び上がって喜んでいる人の姿が見られるんですよね。これからも一つ一つの勝利を怪我のないように重ねていってもらえればと思います。変わりまして、今週各地の競馬場で行われるファンサービスイベントの情報です。川崎競馬場では11日水曜日に先着でクラウンカップスピードくじが配布されるほか、ご覧の日程でファンサービスが実施されます。園田競馬場では11日水曜日にカモミヤ・ヨシキ騎手の紹介セレモニーが開催されます。名古屋競馬場では12日木曜日に先着でアタルくんカードを配布、抽選でご覧の商品がプレゼントされます。大井競馬場では16日から20日までの開催期間中、カリナ横丁がオープン。北海道の名物グルメなどが販売されます。では最後に各地の重賞競争ラインナップをご覧いただきましょう。11日水曜日、川崎競馬場では羽田杯トライアルのクラウンカップ。12日木曜日、名古屋競馬場では柿つばた記念の前哨戦、北陸東海近畿中国地区交流の東海桜花賞。13日金曜日、佐賀競馬場ではグランダムジャパン3歳シーズン第3戦地方全国交流のル・プランタン賞。15日日曜日、福山競馬場では春の古馬最強馬決定戦福山桜花賞が行われます。各地の熱戦にどうぞご期待ください。以上、地方競馬トピックスでした。4月14日土曜日から今シーズンの万栄競馬がスタートします。5月12日からはナイター開催も始まりまして、3月25日まで熱戦が続いていきます。個人的に毎年2回以上は万栄競馬現地で見るようにしているんですけれども、世界で唯一の競馬は見るたびにその奥深さが感じられてなりません。今シーズンも力のこもった戦いに注目をしていきたいと思います。それでは次回もお楽しみに。地方競馬のことならクリック地方競馬に、レッツクリック。